いやー、俺こんなにキャンプ感こんなにいいと思わなかったなんかまあこんなもんだろうぐらいで終わると思った俺正直。ああよかったね、よかったね。なんかあの苦行にだと思ってたみたいな言ったじゃないですか、うん、だから今日寒いからもうちょっとそれに近い気にならないようにっていうのでああいうベスト買ったりとか、うん、まあ、コットって言うんですけどコットを買ったりとかちょっといろいろ準備はしてきた。すごい気使ってくれてるでもあんなベッドよりハンモックの方がいいよねあんなベッド夜ハンモックに寝ますどうぞハンモックで寝てください。でもここがさちょうどあでもこの屋根ぐらいじゃないかな。いや寒いって外は。まあ外はね。山さんはかぼちゃスープいらない？あじゃあもらおうか。かぼちゃスープとかんでいいかな。あでもせっかく牛乳買ったんだよね。よし食べようかね。今何時ですか？2時半だった。うん2時37分。お箸を回ってもいい？はい。なんだろそれ混ぜないか。こしょうあるじゃん。胡椒じゃなかった。胡椒。塩は。塩はそっか。胡椒忘れたとは言ってないのか。じゃあいただきまーす。うん。ちょうどいい。一応ただのチーズロールも買ったんだ。おお。チーズロールはまあみんなで食べようかなと思って。え、いいの？こういうところで食べるこういうのって美味しいね。そうなんですよいただきます。おそば、うん、黒胡椒ソーセージあったまる、うん、結構このソーセージがしっかりしてたね。そうですね、ボリュームが、うん、もう沸いた？あ、沸いたね。え？あ、ありがとう。いいよ、もうガーって入れたり。あー、おい、おい、大丈夫、大丈夫、うん、あ、やっぱお菓子食べたくなりますね。なるよねポテトチップスもあるよ。柿の種もあるよ。あ、柿の種もあるの。ケノさん全然揺れてないじゃん。カタカタカタってなるの。やっぱ石があるとそうなる、うん。いいよいいよ。いいのいいの。でもなんかこの感じいいわ。うん、私もこれ買ってよかった。ね、ここにこれ入れてね。ちょっと深いねタンブラーがやっぱいいよね、うん、虫が入ってる。ここにラバーがついてて滑り止めになるっていう。ちょっとお酒が進んじゃいそう。ついて椅子に座った瞬間もう飲みたかったですお酒、はい、そのパン食べたらちょっと見せてたんでしたお昼の口に、うん、まあ好きなタイミングで開けちゃってください。どれ？いいですね。まだ使ったことない。もう初です今日。何でも初だな、ほんと。ガルガも何でも。足りなかったら増やせばいいよね。こんなガリガリするの。なんか、引きの粗さとか選べるらしいんですよね。へぇ。あんまり早くやると、はい、その豆に熱が伝わって
美味しさが半減するから、うん、ゆっくりそんぐらいですか。めんどくさいけどゆっくり。よく知ってるね、そんなこと。この間話してた、そういう話を。へぇー、シロさんと回しております。いつもより多めに回しております。このさあこれでこのそう風で飛ぶって話なんだけど、はい、これ薄皮わかる？はい、あ、はい、この薄皮がコーヒーのまずい部分になって、だこれを飛ばすんだって、ほうほうほう、と美味しいんだって。ほうほうほう、機械でやってるってこと？風じゃん、風を送って、うん、だけどその薄皮は軽いからそういうことができるのか。そう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 、へえ。だから俺そんなのあるのかなと思って見てみたいなと思って今広げたんだけど、うんうん、結構あるね。あれは素人情報ですか？いやそれはね、あの地元のコーヒー屋さん、あ昔聞いた。へえ、美味しいコーヒーってそうやって入れんだ。こうやって見るとなんかブレンディーの粉でやってんのかなーって、ね、こいつがね、あ、なんかちょっと薄そう。まあ薄いでしょ。コーヒー好きな人に怒られそう。知らないんだからしょうがないじゃんね、どのくらいの量かちゃんとはかりとか持ってくる、そうなったんだもんね。そうですね、なんなら入れ方も調べてこいって感じです。うん、まあ、どん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 回数重ねて上手になっていけばいいんじゃないの。これ薄かったらブレンディー混ぜたらダメですか、ね、いいんじゃない。いいですか、ブレンドブレンディーね。もう全然色が透き通ってます。うん、あーお湯だ、コーヒーの匂いがするお湯だ、そっちはまだコーヒー感ある。まだ若干、でもなんかちょっと薄い気がします。あ、でもなんかこっちの方がなんかえぐみが強く出てる気がする。もう OK でしょ。もう OK ですね。先っぽほどいちゃえばね。じゃあそういうの。ここはなんかそういう風に切ってくれてるんで楽ですけど。いいね、いいね。いいね。梅昆布茶とかもあるね。日本茶じゃない。ちょうどいいっていうか。ああ、そうね、薄くて酸味ない。うん、そうね。まあでもこういうもんのコーヒーって言われれば。そうね。今日飲んだ4杯の中では一番うまいかも。そうですね。4杯分飲んだの。いや、2杯分。ああ、いいね。誰が発明は誰もしてないよ。自然界のものだから。いや、まあでも、まあ、2行こう。そうだよ、俺しっかりした感じしたいんだもん、今日。そうだよ。1000人ってずっとこんな生活してたんだなと思って、羨ましいな。うん、犬たちとか。いいよね、憧れるよね。これ今撮ってんのかな。撮ってる。完全にオフだったな今ね、完全に。山田家2人になると普段こんななんだってバレちゃうね。いいね。
いいね、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 いいね。もうこれで不安はないよ。うん。めっちゃ燃えてきた。めっちゃ燃えてきた。やめなさい。やめなさい。あったかい？今のは何だろう。熊追い？多分そうっすね。熊とは限らないけど、なんか動物。富士吉田の方熊出てるって言ってたんです。うーん、このキャンプ場何がいいって言うのか、オーナーさんがめちゃくちゃいい人なんですよ。あ、そうなんだ、うん、いや、いいな、あったかい、いいね、うん、通常私はここで何するの。あ、ご飯をね、ご飯を、はいはいはい。これで 1.5 合なんだ。はい、これで伝えです。一番最初に入れた中にそいつが下にいたからさ。これで何号？はい、1号です。1号全部入れちゃって、水1号に対して何 cc でしたっけ。わかんない。あ、でも 200cc 前後が良いと言われていました。 200cc、 うん、固めで炊きたければ180。どっちがいいですか。やわめでいいんじゃない。やわめで、うん、痛い。これで200。痛い痛い。はい、ヤマトくんが本領発揮してきたね。なんすか。全然椅子からお尻が浮かない。ああ。本当だよ。いいですよ、ゆっくりしてください。いや、一回座っちゃうとね。本当にやっぱこういうのやりたい人とまったりしたい人がいい感じのバランスで、うんうん、いただきます。はい、雨のキャンプね。雨降ってきました。雨キャンね。雨キャン、俗に言う雨キャンね。雨キャン。ケナさんの背景がブルーシートだからね。こっちメインになってどうしてんの。どこでキャンプしてんだよって感じになってます。もう野宿感がすごい。やっぱブルーシートだよね。すごいわ。去年までは仕事があったんですけど。いや、本当その中。美味しいです。焼肉。あんだけ買った、あんだけ買って炊いた米がもうあとわずかで。え、もうそれだけですか。うん、すごいね。でもさ、初心者で初めてのキャンプで雨降ってこんな対応できねえよ多分。いや、そうですね、うん、やっぱいろんな修羅場をくぐり抜けてきた時の。そうなんだよ。だからさ、初心者っていうとちょっとまたやっぱ違うんだよな。なんなんですかね。山とかはちょっと質が違うんだよ、ね、やっぱや人生経験。タレ、タレ食べたいな。お腹空いてた。あ、お腹いっぱいになってきた。まだトントロもありますよ。マジ、本当にお腹いっぱい。このカップから湯気出てる感じよくないですか。なんか山の人って感じ。あのね、そのカップ持ってる手が軍手してるっていうのがね、はい、より一層引きたい。この感じがね。あ、ちゃ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 、危ない。壁面が見えないね。お湯しか入れてなかった。お湯しか入れてどういうこと。ちょっとはしゃぎすぎだって絶対浮かなくて。そうですよ。相当はしゃいでんな、マジで。珍しいね、うん、ここ数年そんなことなかった。でもここ数年ヤマト家とそんな絡んでないよね。まあそっか、うん、じゃあマシュマロ開けます、うん、マシュマロ用なの。やっぱりこっちだったね、買うべきは。そうだね、うん、マシュマロの絵を 見せてもらっていいですか。焼きマシュマロ、チョコフォンデュ。
マシュマロが一番だもんね。その後チョコレートフォンデュ行って、ソーセージ一番最後だ順番的に上からね。本当だ、うん、知ってる、こういうやつでしょ恥ずかしい、めっちゃ恥ずかしい。あ、しかもでも、まあ、でもやっぱちゃんと綺麗に映りますね。そうだよね、でもそうだよ、よくやったね。ちょっとテンション上がってんだねやっぱね。それ上がるわ、それ上がるわ。よし、いいね。じゃあ早速マシュマロ開けます。このマシュマロも思ってるマシュマロと違うからね。手があった方が、ああ、いいです、いいです、いいです。あ、ケンナさんの手の、あ、そうだね、山さん手大きいもんね。あっちに火があるんで、あっち行きましょう。あっちで、せーの、それは恥ずかしいはい、はい、じゃあ焼きます。うはー、めっちゃ焦げた。ケイナさんすげえ綺麗にできるね。ほら、うわー、どうですか、いい。俺もだって結構さ焼けてきてんじゃないの。あ、でもケイナさんとか、うん、あ、もう回んない、俺もうグリグリになっちゃってる。 あ、落ちる落ちる落ちる食べよう食べよう、いただきます。あちあちあち、めっちゃ熱い、めっちゃ熱い。うんうんうん、これさカラメルめっちゃうまいんだけどえ、そんなうまくなる。うんうんうん、なんかほんと焼き菓子になった。さっき話してたそのなんかアメリカンなマシュマロの甘さの懸念はどうですか。全然大丈夫、うん、美味しそう。でも予想をはるかに超えるうまさだこれなんか美味しそう。砂糖のさ甘さだけかと思うじゃん、うんうん、なんつうの、このクリーミーさ、うん、クリーミーだね、へえ、中パリパリだし、ああ、外パリパリバーベキューでお腹いっぱいにしたけどさ、もうちょっとお腹に隙間をつけて、うん、これもうちょっと食べたい感じあるよね、うん、じゃあ最後ケイナさんが焼きマシュマロ、うん、座って、はい、焼きマシュマロの感想と締めをお願いします。焼きマシュマロ、ビッグマシュマロどういうことどういうこと、何何今川柳川柳を読んだの今焼きマシュマロ、ビッグ焼きマシュマロ焼きマシュマロ、ビッグマシュマロいや、言い直しただけだつもりだったんだけどなんか言い切った感じになっちゃったビッグマシュマロ、美味しいぜ。はい、こっからしっぽりいきましょう、うん、マシュマロまだ食べる、もう一個食べちゃおうか。めっちゃうまいけどこのサイズ罪悪感あるよね。まあちょっと俺コーヒー挟んでもう一個が限界かな。いやもうほんとバーベキューでサイズ簡単だからさ。そうだよね。
はい、はい、初めてのキャンプ終了しました。終了したね、うん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか、初めてのキャンプは。楽しかったです。うん、楽しかった。結構はしゃいでる感じはあります。いや、はしゃいでたの。あなたですよ。あなたですよ。結構久しぶりだったんです。まあ、焚き火にハマってましたね、ヨセさん。そうね、焚き火とあとコーヒー、コーヒー、こう豆引くやつ。まあ、もともとなんか今日行く前にそのしっかりしたがっつりした焚き火をやりたいっていうのは言ってってね。そうですね。でもここまでちょっとハマってる様子なのはちょっと予想外というか、うん、まあ、ちょっと面倒くさがりなところもあるじゃないですか。そうね、割と、ね、意外とそういうちょっと面倒なことも楽しんでやってるのが僕はちょっと嬉しかったですね。これがまたでも大勢になると何もやらないと。あ、それだから係の人がついちゃうと何もやらない。あ、やってくれる人がいると。そう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 、うん、だからこの3人だからそれぞれが動きたいところに動いて、うん、そうそうそうっていうのはあったかな。なるほど、うん、ちゃんと福原君も雨を降らせたしね。そうですね、はい。今度はソロキャンプ、お互いソロキャンプのグループキャンプみたいな、うんうん、あ、それぞれがソロで。そうですね、っていうの、まあ、いつかできたらいいなと。楽しそう。それじゃあ俺焚き火に特化したソロキャンプやるわ。あ、焚き火とコーヒー、うんうん、私はやっぱり雨対策しようかな。福原くんが一緒なんだ。そうです、それは必須です。はい、はい、これ今後もキャンプしていく感じで。今後もしていきます。なんなら12月とか1月とかもやりたいなと思って。それは怖いな。ただ今回テントだったんで、まあ、次はもしかしたらコテージとか。あ、まあ、いいね。あるんです。あ、それ一回やりたい。そうです、それは一回やりたい。薪ストーブがあるいいコテージがあるんですよ。あ、それしよう。薪係やる。薪係ね。さすがにそうです、ね、火だもんね、うん、火担当ですからね、うん。まあ、冬のテントはちょっとそうね、レベルが高い。初心者だからね、まだ山田ね。そういうコテージってキッチンとかもあるの？それはキッチンもあるとこもあるの。あ、楽しみ。そう、じゃあまた、はい、次のキャンプにってことで、はい、はい、温泉入って帰りましょう。温泉行くぞ、はい、お疲れ様でした。お疲れ様。